皆さんこんにちは。こんにちは。崩落の洞窟だな。はい。SSR の空風林だっけ。はい。手に入れるための後半。後半です。ついにラストですね。いけんすか。まあ、ダンジョンとしては16まであるんですけど、まあ一旦ここでゴールだよね。あるし、ね。イベントとしてはそうですね。はい、SSR のキャラがもらえるというわけでございます。そうですね。ここのダンジョン13の2までですね、クリアすると SSR の空風林がもらえると。でついにあと800になりました。今回も一息でクリアを目指すのか、ね、そうですね、まあ1コンですかね、目標とか、まあ1回しかコンティニューできないんですけど、なんでなるべく最後の方で負けて、最後の方でコンテするっていう、まあ、負ける理由ないけどな、勝てるんだったらそれも勝ちに、まあ、そうですね、はいはいはい。さあじゃあフレンドも設定します。おいっす。さあ行きましょう。同じパーティーですね。前回と同じだね。はい、これでいきます。大量のドラゴン、まあ、また出るでしょうね。回避で逃げたが最後の最後でこう回避して、行き止まりがありましたね。ただまあガリレオのスキル使うと倒せたんで、多分使って最後は殴る感じですかね。確かに確かに確かに。まあ基本的には三蔵法師を避けていきたいと思います。はい、どうぞ。三蔵法師とバルキリーの組み合わせね。はい、100を一息はな、結構辛いですね。私今イベントの3とか4のレベルでさ、結構帰還しまくってる。ああ、一息はきついよすごいな。いやだからこれ16あるじゃないですか、うん、16までいくと確か1200を一息なんですよ。でそこはクリアすればするほどレガシーソウルがもらえるんですよ。そこをもう周回してる人とかいるからすごいですよね。1200を一息は、はい、やばいね。やばいっすね。ちょっとまあその次元までいけてます。どれぐらいやり込めばその次元に到達できるか、とんでもない、そうですね、ことに思えるけど、でこの空風林をゲットすれば結構攻略が楽になったんですよね。あ、そうなの。はい。どんなキャラなの、空風林。画面の半分ですよね。 50% のブロックをあのファイヤーブロックみたいな。え、なんでもう1回ブロック壊しただけで連鎖でもバババババーンって壊れてくるんですよ。それ強い、めちゃくちゃ強い。じゃあ皆さん、イベントクエストはあの期間限定で、そうですね、もうそろそろ多分終わっちゃうと思うので、はい、各自のあのホーリーダンジョンであと何日かっていうのを確認ください。 SR もゲットできるんでね、まあ目標を決めてって感じですかね。行けるところまで行くってやつ。地道に掘ってるんだけどな遠いよ。結構あの途中で帰還とかすると結構スタミナの関係とかで掘れないですよね。やってるつもりだけど。でも普通になんかもう次死んじゃうから嫌だとか、あ、そうですね。やっぱり持って帰りたいじゃん、報酬。はい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 。僕もだから9あたりからもうずっと帰還してますね。感すると思う、うん、やっぱりハートは足りてるんですけど、シールドがもうなくなっちゃって泣く泣く効かんかったんですよ。怖いですよね、やっぱりシールドないと。シールドが肝か。そうなんですよ。僕だからこのゲーム結構深いんですよね。もう最初の頃の動画とか、いやもうこれ HP ゲーだからみたいなバカかみたいな言ってたんですけど、いや本当これシールドゲーですね。これあのスキルを使えば結構その掘るのは楽になるんですよ。ギルガメッシュとか使えば。だからシールドは回復しないんで、回復する術がないんで。一番厄介なのはもうじゃあこの瞬間骸骨。いやもうほとんど骸骨ですよ。とあとでかい敵ですね。でかいスライムもいるんですけど、もうこの瞬間そうですね。とあとでかいゴーレムも、あでかいゴーレムいるね。は画面に2体出るとするじゃないですか。そうすると近寄ってないのにダメージ食らうんですよ。だからもう2体出現した瞬間にもう2体倒しに行かないといけないんで。ほう、ミッションクリアまであと600。空風林欲しいっすね。ちょっと僕のパーティーちょっと絵代わりっていうかちょっとちょっと絵が一緒なんで、上半身裸のおっさんがな。そうですね、結構ちょっと絵変えたいですね。ちょっと、あ、いいっすね。これ空洞ゾーン、空洞が優しい、優しいですね。多分空洞が多いなと思ったときは多分横に掘っていってもいいかなっていう。
でも結構シールド残ってますね。かなり休憩させてもらってるね。そうですね。本当ラッキーゾーンだわ。で今が1085、ね、あと500ぐらい、1600がゴール。順調ですね。順調やな。相当順調やな。そろそろだから1回目のデンジャーとかですかね。まだかな。でドラゴン大量。そうですね、まあ、逃げますけどもちろん。ちょっと逃げれないとか、ちょっとだんだんちょっと画面のスクロール速度がちょっと上がってきてよ、ね、だんだん上がってきてよ。絶対これデンジャーですね。おっと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 、来たデンジャー。これでもスキル使うの躊躇してたらもうスクロールが迫ってくるんで。デンジャーって何がデンジャーなんだっけ。まあ敵がいっぱい出たりとかっていう感じですね。おお、ブレーカーで完全にドラゴン回避。ああ、おお、まい。いやでも結構シールド減りましたね。あんだけ満タンだったのに多分一発くれましたね僕。すごいな。多分まあ倒すんだとしたら、まあ、火を吹く前に上に一回戻って誘発してからもう一回下に行って殴るっていう感じですかね。はい、こんな感じで。あと400ハートは申し分なし。いや、まあ全然ではないけども、シールドが、シールドです。はい、はい、いきます。再開。いや今のちょっとあれですね、一発目のドラゴンにビビってシールド使ったら下に3体いたっていうなあ、超大量にいたな。そうか、じゃあちょっと次は考えないといけないですね。いやでもあんなん分からんで。そうなんですよ、掘ってみないと分かんないから。いやでもここちょっとできればコンテしたくないですね。いや、ね、コンテせずに勝ったらかっこいいぜ。最後はもうちょっと連打勝負ですね。ああ、ただシールドはまだまだ大丈夫だよ。そうですね、まあ一発ぐらいなら多分ドラゴンの攻撃耐えれそうですね。なんでどうしようかな。ガリレオと三蔵法師のスキルを一緒に使えないんですよ。ガリレオはどんなスキル。ダメージです。敵にダメージ、ー全体ダメージみたいなやつです、ね、あ、スキルの量として足りないってことだ。そうなんです、そうなんです、エナジーが足りないですね。なんでどうしようかな。あと300、まあ、今までの感じでいくとドラゴン2回来るんで、1回目はなんか自力で行きたいですね。かブレイカーだけで、あ、そうか、ブレイカーだけでちょっと避けよう。ちょっとまた避けれない可能性はありますけど、硬いんで使います。硬いんで使います。硬いんで使います。おっ、あっと、もったいない。今のはもったいない。倒しに行こうと思った。気が増えてきましたね。多いな。すぐ軽くデンジャーゾーンやな。あー、骸骨。骸骨。蓄積する。あ、でも結構。HP も減っちゃいましたね。1350、あと170。唐突にな。あ、ドラゴンってスピード上がるからな。そうなんですよ、だからこれ今結構真ん中より上に位置してますけど、結構多分この辺ぐらいをキープしないとまずいと思うんですよね。真ん中よりちょい下ぐらいを。てかバルキリー有能やな。本当に有能っすよ。外せないですね。だからまあ、能力はその SSR より劣るんですけど、ちょっとスキルがやっぱ超強いですね。超有能に見える。141であと200。シールドあります、シールドあります。可能性あるよ。いきましょう。ゴー、どうぞ。いやすごいね、なかなかいいよ。やばい、早い、いきなり早い、いきなり早い、早い。硬いね。あ、でも休憩ゾーンですね。うわ、なんでここ。ちょっ
ちょっと待って、あースケルトンか、厄介やな。スケルトンって上下関係ないんだよね。あの上下っていうか、なんか背中向いてても殴ってくるんですよね。よくわかんない。今のハートラッキー、ハートは多分足りますね。うわ、このドラゴンの前に削る作戦だなこれ。100、多分大体デンジャー30からなんで。さあ来るぞ来るぞ、スキル全開放の準備もした方がいいぞ。そうですね、先にブレイカーで1段目のドラゴンを避けて、早い早い早い、2段目のドラゴンを三蔵奉仕を使ってもうぶん殴りに行く作戦できます。進行が早い進行が早い進行が早い、もう狙ってるよ狙ってるよ向こうが。よし、ハートは大丈夫、ハート100ある。来たデンジャー、ドラゴン、ただ今のところドラゴンは見えず、やばい、これ多分ドラゴン、ちょっと待ってください。あミックスピー、ミックス、大丈夫です大丈夫です大丈夫です、ちょっと待ってちょっと待って、これどうすんのこれ、これ逃げ、こっち行きたいこっち行きたいこっち行きたい、どうやって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 、あ死んだ、あへへ、明らかにグン来たな今のは。ですね、ドラゴンにはまってたんですよ多分、一番上のはまってた、でガリレオを使って多分倒したんですよ6000、もうその時点でもう僕は見えなかったじゃないですか、うん、もういなくなってた。ただガリレオを使ったんで下のモンスターが見えたんですよ、見えた、で道も見えたんですよ、で道を押したらそっちに来てくれたんですよ、だから偶然ちょっとスッと行けたよな、スッと来たんですよ、したらドラゴンの火でやられたっていう。もしかしたらこれでいけんじゃねって思ったもんな。はい、いけ、あ、そうですね、クリアできるかも、スキル使えなかったんで。いやまあただこれでまだ三蔵奉仕多分僕使ってないんで、コンテして三蔵奉仕使ってもあのドラゴン倒しに行きます。倒しに行く、はい、もう倒さなくてもいけんじゃない、すり抜け、なんか多分壊せないブロックだったような、まあ倒します、はい、シールドはもうはいありません、2個目ですねこのダンジョン、1回しかコンティニューできません。はい、そうですね、なんかふざけてやってるとダメですね、集中しましょう。はい、ここで通すしかないですやっぱり。ああ本当だ、最後ドラゴンいた、おらいやこれね、いやあでもほとんどは HP 減ってないぞ、ハート、そうですね、ああ来た、おいやー見よう、取りました、はい取りましたね、 SSR 見よう、見ましょう見ましょう、惜しかったな、紙一重だったな、そうですね、382だぞ今、はい SSR、 SSR 見ましょう、いやー嬉しい、 お気に入りしよう、クーフーリン、クーフーリン、いやーかっこいいですねこれ、ファイヤーコンバート星5、画面内のブロックの 50% を火の魔石に変化、はい、50% って多いよな、多いですね、もうほとんど変わりますね。スケルトンキラー、スケルトン系モンスター攻撃時に攻撃力プラス 30%、うん、いいですね、ほう、これだからちょっと待ってくださいね、だからレベル1の段階でこれレベル1のポセイドンなんですけど、攻撃力がめちゃくちゃ高いんですよね、高っ、こんな感じで、いやーよかった、お疲れさんです、お疲れさんです。まあこんな感じで、まあなんとなくダンジョンの構成みたいなのは分かったかなと思うんで、うん、まあそれを参考にですね、あのドラゴンをどうするかです、結局ドラゴンをどうするかなんで、じゃあこの開催期日決まってますので、皆様お早めに、はい、13までクリアすればこのクーフニが、はい、タダでもらえます。いや本当お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本日は以上、はい、さよなら、スタート出し走りだあ、何この太陽光あれ、なんだ戦いを決めるわけですよ、社長が変わるとかなんとか説明なんかつかないから、戦いで決めないとダメなんだよこういうのは、だから戦うの負けるかどうか分かんねえだろ出会って20年でその惰性をね断ち切るしかない、惰性でやってないよ村井さん、今までお疲れ様でした。これからはマックス村井としてもっと頑張ってください。
皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。